生シーズン前に毎年行われている北九州市中心部の一斉清掃活動が行われました。北九州市の小倉駅前と西小倉駅前で行われた一斉清掃活動には、地域の住民や企業団体などからおよそ320人が参加しました。お盆の帰省客を迎えるため、毎年この時期に実施されていて、37回目の開催となります。参加者によると、新型コロナウイルスの影響で去年からゴミの量は減少傾向だということです。自分が小学校の頃はすごいゴミばっかりで、でも今は全然ゴミがなくて、あ、変わったんだなって思いました。こういう活動は多分目に入ったと思うんで、その声の通してみんながそのゴミをポイ捨てしたりしないようになればいいなと思います。今年は帰省の自粛が呼びかけられる中での開催となりましたが、主催する小倉北区は継続的な清掃活動で治安維持や住みやすい街づくりにつなげていきたいとしています。